マシューライトもここは中でキックアウトパス、コニシがスリーポイント、いきなりコニシがスリーポイントを決めてきた。スタメンで復帰して0点で悔しかったと思うんですが、今度は DJ についています。そして体を寄せる、ここもダウンオーバーった。そしてコニシが先頭走っている、ライトに渡す、さらにパス、ライト、最後は自分で。これで宇都宮は手元の集計ですと3ポイント 70% 超えです。すごいですね。ですのでこの点差になっていますが、水の中、はい、いいですね、はい、ここはよく決めてきた、はい、渡辺も決める。ちょっと止まりません。3秒、2秒、1秒、ライト、ロング、ぎっちり、あー、最後に見せるマシューライト、京都も20点に乗せた。すごい大四クォーターになりました。いやー、このスイッシュですよね。そうですね。リングに当たらずに決まる、パサッとね、ネットが入れるスイッシュでした。前半、いやー、このスイッシュですよね。そうですね。リングに当たらずに決まる、はい、この渡辺キックアウトパス、竹内康介、DJ ニュービル、竹内康介ピックアンドロール、あ、ここはターンオーバーになった。これ早い展開、リアドも走っていますよ。京都のポゼッションに変わっています。少し宇都宮もターンオーバーを増えてきたか、距離はありますが、ふわっと浮かせてライト、ヘッドコーチ、非常に相手に流れがいきそうなところでもうすぐにタイムアウトを取るというね。コフトゥの得点、長いパスを取った、ジャクソン、ジャクソンがダンクです。宮がゾーンにしましたね。今日はドライブがいい水野なんですが、いいです、ね、中をよく見ていました。ジャクソン、ゴールです。比江島もらった、ジャクソンがスイッチしていますが、打ち落としてジャクソン出た、そして走る、ここはライトがプッシュしながら、そしてもらってゴールしたジャクソンでした。パス、ジョーンズ、ここは距離があります。水野ワンオンはもらって、この位置です、フェイダウェイです。広いシュートレンジのケビン・ジョーンズ、お互いにミスもなくファールもなく続いてますね。そうですね。あ、ここでペイント内に入ったジャクソン、エンドワン、そうですね、昨日後半に入ってからライト選手を中心として、ここは早めにライト打ってきました。で、ディアロ、このボールを取ってセカンドアタック、ニュービルがついていますが、その上から打ってきました。高い技術の青木、シューターの青木、もらってからのドライブ、外へのパスでした。ここはペイントタッチからフローターのシュート、カリシも得点、はい、青木、ここから仕掛けて比江島ついていますが、パスが回る、ケビン・ジョーンズのスリーポイント、京都も63点まで伸ばしてきました。このニュービルに得点をされました。今は宇都宮のニュービルです。もらってからのシュートだー、大きい、ガッツポーズ出ましたね。ニュービル大事なところ分かっていますよ、ワンオーワン。さあ、今度は竹内を、おー、ここは取り返した、いい、そしてケビン・ジョーンズ、タンク、 DJ 相手にやりました。ニュービル相手、ここね、バランスを完全にここで奪った、はい、そしてボールにこだわった、そしてジョーンズがダンクを決めてくれました。ふわっと入れたジャクソンとフォートゥーです。ジャクソン、ここから強さ、高島がダブルチームでいって、さらに3人上がりですが、強いところを決めてきた。大事な時間帯に差し掛かっています。あ、そして一気に、あ、パスよく見て、青木スリー、今度は決めた、失敗したって打ち切るだけ、まだもう一歩いけますね、もう一歩いけますね、はい、大丈夫です。ライト、ここは、あ、遠藤がつく、ディフェンスがいい遠藤ですが、ここから入れる、ここからゴールショットが、ねじ込んできた、ここで入れて、ライトもらってからキャッチアンドシュートでした。あ、ジャクソンがリバウンド取った、青木スリーポイント、射抜いた、スナイパー青木、ね、そうですよね。そうすると相手の同点に10秒切りましたね。ここでライト入れる、スリーポイントを手出した、出た、マシューライトのスリーポイント、自分で点取るぞというね、うん、ここはね、こうアシストも多いんですけども、このシューターでもあるライトの血が騒ぎました。高島、長身の選手をつけてるんですが、それでもステップバックしてのスリーポイント、はい、高島、長身の選手をつけてるんですが、それでもステップバックしてのスリーポイント、はい、